本日のライデル、9回の絶望やな。なんか幻聴でサイレン聞こえてきたんやけど。9回の表、ライデル・マルティネスの攻撃。安心安全のライデル・クオリティ。もう阪神ファンが続々と帰ってるの面白い。ライデルの絶望感は半端ない。本当に味方の選手でよかった。相手チームなら絶望してる。点差があってもライデル登板するの好き。マジでメジャー球団が何億積むのか気になる。さすがに素晴らしい選手すぎて泣けてくるわ。ライデル、このチームで優勝争いがしたい。ドラゴンズが強すぎる。阪神の攻撃は8回までだから、そこまでリードしておけば勝てるんよ。俺の冷麺流してくれよ。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。